スイトンアメシコ。これを全てかわすのはさすがのあなたでも不可能。まあそうでしょうね。あなたとはこうして本気でやり合ってみたかったのですよ。サメ肌もいつになく喜んでますね。スイトン水光弾の術、フォトン防火球の術、終わりだ。シャリンガンならこの霧の中でもわずかな影を捉え背後から襲うことができる。お見事と言いたいところですが、それを読んだ上での水分身というわけか。相手の背後を取るのにここまで苦戦したのは久しぶりです。嬉しいですね。あなたがその同日アマテラスを繰り出そうとするほど本気とは。ですがその同日はチャクラを消費しすぎる。この後のサスケ君との戦いに響くのでは。やれやれ、ここまでにしましょう。私もあなたのその覚悟で満足することができましたからね。元より俺の望んだ戦いではない。さすがですね。この私に冷や汗をかかせるとは。サスケとは二人きりで戦いたい。他の者たちの足止めを頼む。いいでしょう。しかし、ずっと行動を共にしてきたあなたとここで別れるのは寂しいですね。ウチハイたち、才に恵まれウチハイ一族の中でも傑出した一人。その精神は尊く優しかった。結果としてウチハイ一族を粛清し木の葉を抜けることになったが、その心は常に木の葉と、そして弟ウチハサスケと共にあった。暁に加入した後もサスケの身を案じ危険を承知で木の葉に戻ったこともある。里の者、誰一人からも歓迎されることのない帰郷。当然イタチは手荒い歓迎を受けることになった。かえって早々手荒い歓迎ですね、イタチさん。俺を甘く見るなよ。私も一緒に戦うわ。イタチ、今さらこの里に戻ってくるとは。
何を考えている。俺の目的をあなたに言ったところで何の意味もなさない。戦闘開始。終わりだ。こちらだ。終わりだ。無駄だ。いけるぜ。ここは終わった。何そうだ。終わりだ。ここは私。横断の術。こちらだ。続きます。ここは私。行きますよ。こんな状況だ。終わりだ。私の番よ。行くわよ。続きますね。ほとんど解析しよう。ここは忘れてる。行きますよ。何こんな状況。これ以上の戦闘は無意味。カカシさん、あなたの負けだ。いかに腕に覚えがあろうと、イタチに勝る者はそうはいない。己の存在を里に知らせたイタチは、早々に木の葉隠れを後にした。だが、そのイタチの出現は、ある者を突き動かした。それこそイタチに恨みを抱く弟、内葉佐助だった。それも奴の計画の一つであったのか、それは今となってはわからないが、血のつながった二人の戦いは現に起こってしまった。その時のイタチの胸中は、さて、どうだったろうな。うちはイタチ、あんたの言った通り、あんたを恨み、憎み、そしてあんたを殺すためだけに俺は生きてきた。サスケ、戦闘開始。終わりだ。遅い。
終わりだ。なぜ弱いか、足りないからだ。憎しみだ。当時のイタチとサスケには大きな差があった。サスケもいくらかの抵抗を見せたが、結局はイタチが場を制した。敗北という道術に沈んだサスケにさらなる恨みを抱かせ、そして怒りをもとに力をつけさせ、己を撃たせるために。イタチは弟に憎しみを植え付け、その場を去った。憎しみはサスケを高みへと誘った。まさにイタチの思う通りにことは動いたのだ。3年の月日が経過し、サスケは体も力も大きく成長した。イタチには迫り来る決戦の日が見えていたのかもしれない。だが成長したのはサスケだけではなかった。九尾の渦巻きナルト、奴もまたサスケを木の葉に連れ戻すために大きく成長を遂げていたのだ。暁は美獣を狩る組織だ。九尾の美獣をその身に宿すナルトとの激突は、起こるべくして起きた一戦だった。まさかお前が出てくるとはな。俺の邪魔をすんじゃねえ。渦巻きナルトか。戦闘開始。オーカーピューロジー、オ
体験。こいつを使うか。そうだ。手空いてるよ。戦闘開始。カトン、防火系の術。防火系の術。カトン、防火系の術。遅い。防火系の術。奴も成長しているというわけか。果たしてイタチにどのような思惑があったのか、それはわからない。キュービ相手に優勢にことを進めていたが、何かしらの感触を得ただけでその場から立ち去った。結局のところイタチの考えは誰一人として読むことはできなかった。キュービとの勝負から幾時か経ち、あの日を迎えるまで弟であるウチハ・サスケでさえも、サスケはイタチとの因縁に決着をつけるためにウチハのアジトで兄と対峙し、一方のイタチはこれが最後の戦いであると悟り、愛すべき弟サスケの挑戦を受けた。
イタチ、あんたとの因縁ここで断ち切る。今のお前の目は何も捉えていない。何も見えていない。残念だ。今の俺でも一つだけ見えているものがある。イタチ、あんたの死に様だ。死に様か。戦闘開始。終わりだ。これで終わりか、サスケ。兄と弟、血のつながった二人の激突は、予想通りイタチの道術がサスケのそれを上回り、もはや勝負は決したかに見えた。しかしサスケは倒れなかった。サスケの力はもはやイタチも認めるほどのものになっていたのだ。迫るサスケに対し、イタチは切り札スサノオを使い、すでに結末の見えるこの戦いを終わらせるために前に歩き出した。本当に強くなったな、サスケ。これは俺の切り札を見せてやろう。スサノオだ。
これで終わりだ。これで全て。戦闘開始。こっちだ。動力、そして術、どれもイタチの能力は常人のはるか上にある。イタチの息には誰も届かない。サスケでさえも。だが、それと勝敗は別だ。サスケ、お前の目は見抜けていたのか。俺の目だ。己を偽り、一族殺しの汚名を着てまで守らなければならなかった。見てくれる約束だったの。ちょっと用事があってな。許せ、サスケ。また今度だ。父さんは兄さんのことばかりだ。俺が疎ましいか。別にいいさ。忍びってのは人に憎まれ生きていくのが道理ってもんだからな。ただお前と俺は唯一無二の兄弟だ。お前の越えるべき壁として俺はお前と共にあり続けるさ。たとえ憎まれようともな。それが兄貴ってもんだ。
最後の最後まで、その命が燃え尽きる最後の瞬間まで、イタチはお前のことを、うちはサスケのことを案じ、そしてすべてを最愛の弟のために、たった一人お前のためにかけ、それでもイタチは笑って死んでいった。これがイタチの真実、お前の兄の生き様だ。